チャールズ・ローレンス級高速輸送艦は、アメリカ海軍が運用していた高速輸送艦の、艦級。第二次世界大戦中、バックレー級護衛駆逐艦をもとに改装内し、設計変更されて43隻が建造された。アメリカ海兵隊は、小部隊での当初襲撃における高速輸送艦の、有用性に着目していた。これに対応して、アメリカ海軍では、 まず第一次世界大戦世代の旧式駆逐艦の改造により、1938年より、万里級高速輸送艦の整備に着手した。これらは、水中処分隊、コマンド部隊の迅速な輸送、展開に有効であると判明したことから、さらに同様の艦を増備することとなり、当時量産が進められていた、護衛駆逐艦をもとに改め設計する案が、 採択されることになった。当時の護衛駆逐艦には、ギアードタービン艦やターボエレクトリック艦、ギアードディーゼル艦やディーゼルエレクトリック艦があったが、24ノットという、高速力と電気推進ならではの低速運転性能が買われて、ターボエレクトリック艦がベースとされることになった。なお、ターボエレクトリック艦には、3インチ砲搭載の バックレイ級と5インチ砲搭載のラッデロー級があったが、本級はこのうちバックレイ級をベースとしている。一方、ラッデロー級を元にしたのが、クロスレイ級であった。蒸気の経緯により、基本的な設計はいずれも、バックレイ級のものが踏襲されており、指揮官も D 型に同型加熱付き付き水管ボイラーと単動型、蒸気タービン、これと直結された。 同期発電機によって発電し、電動機を駆動することによるターボエレクトリック方式とされた。一方、APD という用途に合わせて、艦姿は一転しており、艦型も原型艦の平ら板型に対して中央線路型とされて、線路、船体内には、揚陸部隊及び貨物の収容スペースが設けられた。奇襲的な運用を想定していたこともあり、 短期の輸送を前提に、居住設備は、比較的簡素なものであった。後部上部構造物や甲板には、護衛駆逐艦時代には、広角基銃や、爆雷投射機が配置されていたが、これらはすべて撤去されて、代わって、線路上両原には、揚陸部隊のための小型上陸用集艇を、運用するためのトリプルウェリン式ダビットが、またその後方には貨物上げ工用のツインデリック、 ブームを備えたラティス構造のマストが設置された。なお、トリプルウェリン式ダビットは、その名の通り、本来は一機で、揚陸艇3隻ずつを、収容可能であったが、艦幅が小さい APD においては、両舷2隻ずつの搭載に止められた。5甲板には、ジープ6両を搭載することができた。艦首甲板の手法は、艦砲射撃による、対地火力支援を考慮して、 より大口径で長射程、大威力の38口径5インチ炭素砲とされた。なお、股間防空用の 40mm 炭素機銃3機を備えたほか、一部の艦は機関設備を備えており、デリックの代わりに 40mm4 連装機銃を備えていた。また、揚陸船団の護衛を考慮して、ソナーと艦尾の爆雷投下機錠は残された。上記の通り、 本級はすべてバックレイ級後衛駆逐艦を原型としており、建造中に改造された6隻を含む43隻が高速輸送艦に改造された。対戦終戦後、一部がフィリピン、韓国、台湾、メキシコ、チリ、コロンビア、エクアドルなどに売却された。1969年1月1日、在籍していた APD は、 すべて LPR に類別変更された。格好末尾は改造年最終年。ありがとうございます。